ほら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 。いや、でかすぎるってこれやっぱ。うまいよ。でも、まだご飯食べてませんからね。まだご飯に行ってませんからね。まだ食レポ終わんないで。まだご飯食べてないから。おお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 チャンネルです。どうも。今日は、オッティービーのロケでございます。朝まだね8時前なんですけども、尾鷲市、三重県尾鷲市の方に向かっております。尾鷲に到着しました。で、本日お世話になるホテルが目の前にあります、ホテル望月さんなので、あちらにですね、もう早々に車を止めさせていただいて、あそこで、取材班にピックアップしていただく予定になっております。ありがとうございます。晴れましたね。晴れましたね。今日はあれですよ、食べるの少ないんですよ。意外とそうなのかもしれないですね。1箇所だけですよ。ただマルシェのところで、うん、あ、食べる？どうなんだ。カレーはあるね。うん、ブラッとしてどのお店があるのかを、はいはい、まあ探っていこうかなと思って、ね、そうだって今日宮古いないから小林さんしか食べる人いない。そうそうそう。大丈夫。おっと始まりました、オッティービー。この番組は YouTuber のおっちゃんが三重の素敵なところをご提供おっと始まりましたオッティービー。この番組は YouTuber のおっちゃんが三重県のおっと驚く素敵な場所をご紹介します。というわけで今回やってきましたのは尾鷲でございます。尾鷲といえば魚の町。ごめん、つまずいた。ダメ出し、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 ダメ出し。さあ、音との中に入りました。いろいろご紹介したいと思います。まずはですね、ご覧ください。こちらはなんといってもお魚ですよ。お魚、これはすごいよね。ずらーっとね。あと値段もね、結構お安いんですよ。ブリトロ丼720円ですよ。お持ち帰りいいんじゃないですかね。僕実はね、こちら尾鷲来るたんびに立ち寄ってますので、結構こちら知っております。何度もこちらでお刺身とかね、お寿司購入しております。ここはなんといってもやっぱり鮮魚が売りだと思います。ご覧ください。こうもう本当にね、尾鷲の海、この辺の前で取れたものばっかりですよ。こんな感じであります。あとご覧ください、もう丸々一本ダーン。これ天然のブリ5000円って安いのかな、高いのかな、よく分かりませんが、なんでこの丸々1本のこんな新鮮な魚がこちらにはあるんですか。これはですね、はい、私どもの会社が持ってる両栄丸という船が、うん、その船が今朝ちょうど水揚げをしてくれたんですけど、このカジキと今だまるは両栄丸が持ってきた。じゃあ御社が持ってる船が朝上がったやつがそのままここに並んでるってことですか。はい、じゃあそういった取れたてのものを今こちらでいろいろこうやって販売してるってことですね。はい、こちらは買いやすいブロックとか刺身の産品。なるほど。これ結構今地元のお客さんとか多いんですか。そうですね、はい、朝方はやっぱり地元の方が中心。はい、うんうんうん。でも週末になると、そうですね、やはり、うん、お食事もやってるんですけども、県内からお食事に入れるお客さんとか、はい、うんうん、多いですね。ちょっともうすぐお昼時ですし、はい、食事どころの方のご案内いただいてもよろしいですか。はい、こちらですね。これもういきなり目に入ってくるのが、はい、両栄丸の山盛りドッカン。すごいドッカンなんですけど。そうですね、マグロの船が入港した時の限定メニュー。ほうほう、新鮮なマグロを山盛りにして。じゃあ今日朝入ったんで、はい、僕はラッキーってことですよ。そうですね、朝おろして準備してます。なるほど。でここね、あれと仕組みがちょっとあるんですよね、いろいろ、
まずはなんかここから一品ぐらい頼めばいいんですか、はい、こういう海鮮丼類はオーダーメニューになってます、うんうんうん、あとはお刺身ですとか、はい、小鉢ですとか行きましょうか、はい、こちらはもう好きなものを取っていく、よくある食堂パターンっていうんですかね、す選んでここから好きなものを取って、はい、トレーに入れちゃえばいいと、まあ、大体そういうことやるとあれですよね、取りすぎますけどね、店長おすすめはどれですか。そうですね、はい、やはり先ほどのマグロ丼、新鮮なマグロ丼ってますし、うんうんうん、はい、刺身でも今日のマグロ入ってます。はあ、はあ、あ、じゃあマグロ丼を注文しておいて他のお刺身を食べるもよし。そうですね、地魚もございますし、もうカツオ、マカジキ、ブリ、サワラ、カンパチも全部ありますね。はい、はい、充実してますね。これこの青さの卵焼き僕結構食べたいんですよこれどこに1人分じゃないですよ、この刺身の量まだかな、まだかな定番コーナーなんでほら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 、いや、でかすぎるってこれ。やっぱドッカンマグロ丼これで980円ということで、ご覧ください。ご飯がまず見えない、ご飯が見えないで、ちょっと1個取ってみますね。マグロこの塊一口でいけるかどうかってとこですよ。これフォークとナイフ欲しいね本当にいいんじゃないですか。いただきます。ちょっとでかいけど一口いっちゃうよ。うん、うまい、うまいけど一つ食べてもまだこんだけあるわけですよ。これどう考えても一人分じゃないよね。これ普通こうだよね、醤油にわさびを溶いて上からちょっとかけて食べるっていうね。いきますね。たー、すいません、全然醤油が足りませんマグロが多すぎて。よいしょ、これいただきます。うん、うまいよ。でもまだご飯食べてませんからね、まだご飯に行ってませんからね、まだ食レポ終わんないでまだご飯食べてないから、これ食べてるだけで5分番組終わるからね。ずっとマグロだ。うん、ご飯やっとるぞと、ご飯ご飯。マジいただき中。あら、おとなしいじゃん。おばちゃん、マグロが食べれない。マグロダメっすか。おばちゃんにプレゼント。ほらこれね、箸つけてないとこですからね、ご安心ください。ほら、叩いてきます。これでも多いわ。